どうもはずむです。本日はディプロダクションオブファウンド×ダンのジャーマンミリタリートレーナーブラックキャットについてご紹介していきたいと思います。でブランドに関しては以前の動画でご紹介しておりますので、まだブランドを知らないという方は概要欄のリンクから動画をご覧ください。初めの頃の動画を見てくださっている方はすでにご存知かと思いますが、今のお店を始める前はカインドールというブランド古着屋で働いていたんですけども、その時からお店に配達に来てくださる某配送業者の方が履いていた安全靴がとてもかっこいいなと思っていました。こちらがその安全靴なんですけども、つま先のデザインとかがジャーマントレーナーによく似ているので、このカラーリングでジャーマントレーナーを作ったら面白いんじゃないかと思い、今回ディプロダクションオブファウンドにエッジをかけ製作いたしました。まずアッパーはイタリアのタンナーで作られた柔らかい牛革を使用しております。通常のモデルだとスムースレザーとスウェードを組み合わせているんですけども、こちらは全てスムースレザーを使用しております。ちょっと見えにくいんですけど、ライニングとインソールにはピックレザーを使用していて、通常のモデルだとカラーはこんな感じのブラウンなんですけども、こちらは安全靴のカラーを再現してグレーを使用しております。もちろんシューレースとアウトソールに関しても安全靴をモチーフにホワイトで統一いたしました。でステッチに関しては安全靴のようにホワイトではなく同色にすることでより洗練された印象になっております。制作するにあたって特に意識したわけではないんですけども、結果的にインポートブランドのような上品なツートンに仕上がったので、モードからカジュアルまで様々なスタイルに合わせることができると思います。履いてみるとこんな感じです。でラストなど基本的な作りは通常のジャーマントレーナーと一緒なので、僕はサイズ43を購入いたしました。でインソールはこんな感じです。モディファイドカラーっていうところに、今回の別注のモデル名でもあるブラックキャットという文字が入っております。で気になるお値段なんですけども、21,800円です。本日よりダンの店頭にて販売しておりますので、気になった方はぜひ試着しに来てください。でオンラインショップは本日2月16日の19時から販売いたしますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はリプロダクションオブファンド×ダンのジャーマントレーナーについてご紹介いたしました。少しでも参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。